リターンライダーとなったハルパパでございます。ということでバイク買いました。はい、ということでね、私が買ったバイクはね、韓国製のバイクですよ。ヒョウスンのね GV300 ボバーというモデルですね。まあね、バイクね、まあもう一回乗ろうかということで 2,3 年前ぐらいからね、一応ね嫁ちゃんの方にいろいろ言ってたんですけどね、まあもう無理なんじゃないのなんてこうねいろいろ言われたりね、事故るよなんてこういろいろ言われてましたけどもね、まあなかなか諦めきれずにね、まあいろいろねお願いをしておりましたけどね、まあこれをねちょっと買いたいと言ったらね、意外に心よくでもないんでしょうけどもね、 OK をいただいてね買いました。でね、まあいろんなバイクね乗ってきて、まあ降りてからは随分経つんでね、もう初心に帰ってということなんで、とにかくこのバイクをね買うっていう時にはね、まあこのバイクというかね次のバイクを買う時には取り回しやすいサイズっていうのと足つきがいいっていう、ここはねもう絶対譲れないポイントとしてました。ほんでもって、まあ高速がね乗れるサイズと、このモデルがね、まあシート高も低いですし、まあボディもね、それほど大きくないので、まあこれをね、買うことにしました。でこれね、もう3年ぐらい前からはね、韓国で出てね、その後ヨーロッパ方面では結構出てたんですけど、日本ではこれね扱われてなかったんですね、入ってきてなかったんですよ。で、まあそれがね去年の6月、2022年の6月からね日本でも発売されるという情報を得まして、まあそれでね一生懸命こう YouTube とかでいろいろやったんですけどね、何せその出てる動画がね、もともとがね韓国のバイクですから韓国語とかね、あとヨーロッパ主体で売られてたみたいで、まあイタリア語とかねフランス語とかドイツ語とか、まあそんなようなYouTube が多くてね、まあ非常にこれのねレビューをいろいろ調べるのには苦労しましたけどもね、実際ね6月から販売されて日本に入ってきたのはね早くて9月ぐらい、まあその後11月くらいとかっていう便でね、結構来てたみたいで、もう全然日本ではね、レビュー動画がなくて、販売店さんとかがね出してるのはちょっとありましたけども、まあね販売店さんのはまあいいことしか言わないっていうかね、まあそんなところも多いのでね、ちょっとあまり期待はしてなかったんですけども、もういいやということですね。そんなにいじれないわけでもないのでというところでね、でまあ部品さえね供給されればということで、まあ日本にねちゃんとした扱い店さんというかメーカーさんがねできてるので、まあパーツ供給とかねトラブルもねまあ一応大丈夫だろうということで、これをね決めました。で3月ぐらいにはもうね納車になってて、まあ今日ね5月末ぐらいなんですけどね、全然ね試乗もできてなかったのでね、今日は雨予報だったんですけど、なんとか午前中は大丈夫そうだということでね、ちょっと試乗を兼ねていっていきたいかなと思います。まあね別にレビュー動画特にやるという気はないのでね、もうツーリングのね、まあ、V ブログ程度はやるかもしれないんですけどね、まあね日本でこのね韓国製バイク、どうかなというところのね参考にもなればとは思います。まあ一応ね、ずっこけてもいいようにということで、エンジンガードの方ね、つけまして、あとまあ ETC つけて、タンクバック用のねステーをつけてもらったというくらいですね。あとはまあ携帯ホルダーだとか、ちょっとここね、僕はちょっとこのねノーマルだと乗りにくかったので、ちょっとここね、少し高くしてあります。あとは絶対ねこうちょっと古めかしい感じのねスタイルのバイクなので、今時ここのヘッドライト結構 LED みたいなのがね入ってるの多いんですけど、逆にこうシンプルな方が良かったんですよ。ただどうしても暗かったのでランプ自体はもう LED にね変えてあります。でこの辺のウィンカーも、LED ではなかったですね。でね非常にちょっと暗かったんですよ、ちょっと怖いということで、ウィンカーの方もね LED に変えました。でテールはもともとねテールだけは LED だったんですよ。まあそんな感じのね、バイクです。でね、なんといってもこのね V ツイン、もう日本じゃ絶滅危惧種ですけどね、なんかバイクのエンジンって言ったら、まあ、V ツインが昔からね、いいなというところがあったんですよ。まあもちろんね、これを買う時にね、レブルとか GV
350だっけかな、あの辺とも悩みましたけどもね、まあ、非常に売れてるということで、まあ、あまり人と被りたくないっていうのとね、やっぱりこの V ツインのねものが買えるという風になった時点で、まあ一択でこれだったかなという感じですね。で、水冷なんですけどね、まあこれファッション性なのかどうかわかんないですけどね、ここフィンが切ってあってね、ちょっと空冷っぽくもなってるようなね、面白いエンジンです。で、もともとはね125ベースで作られてたんですけどね、それに300のエンジンが乗っかってるのでね、まあ結構ね、パッと見の迫力はありますけど、非常にねちっちゃいバイクです。僕体ちっちゃいんで、まあすごくねこれ扱いやすくていいかなという感じで、思っております。まあね、こんなのを買ったので、でツーリングね V ブログでもねちょっとできればなとは思っています。まあ多分午前中ぐらいしか持たないのでね、早速行ってきたいと思います。ではでは。